青空フリーパス青空フリーパスとは、東海旅客鉄道の名古屋地区における特別企画乗車券の一つである。当項目では、かつて発売されていた姉妹品の青空ワイドフリーパスについても合わせと述べる。土曜日、休日などに JR 東海の名古屋地区在来線において、快速、普通列車が1日乗り降り自由である。上記範囲外にまたがって利用する場合は、 範囲以外の集団駅から範囲以外の校舎駅までの普通運賃が別途必要になる。例えば、上記範囲以内から浜松まで行きたい場合、二川から浜松までの運賃を別途支払うことになる。なお、爽やかウォーキング会催日には、利用可能区間を臨時に拡大する措置が取られることがある。快速、普通列車の普通車自由席。2620円。 伊勢鉄道線も追加額なしで利用できる。当商品は2006年3月まで旧青空フリーパスと利用可能範囲を広げた青空ワイドフリーパスの2種類が発売されていた。当時の利用可能な範囲は以下の通り。青空ワイドフリーパスは蒸気に加えて以下の区間も利用可能であった。伊勢鉄道線はそのままでは利用できず別途運賃。 料金が必要であった。オプションとして、伊勢鉄道フリーキップが発売された。また、年末年始は土曜、休日を除き利用できなかった。1993年11月15日より、初詣の時期に、伊勢鉄道伊勢線を、フリー区間に加えた、初詣フリー、キップという姉妹品が別途発売されていたが、青空フリーパスの利用可能範囲拡大により、 2006年度以降販売されていない。ありがとうございます。